はい、皆さんこんにちは、西くんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。お久しぶりの動画更新になりますけれども、今日はですね、ハワイでヨガをやっているお友達にむくみ解消のヨガを撮影していただきましたので、そちらをご覧ください。どうぞ。皆さんこんにちは、ナオミです。今回は西くんからのリクエストで足のむくみ取りヨガをやっていこうと思います。私は初めましての人もたくさんいらっしゃると思うんですが、普段、ハワイでヨガを教えています。で、今回やっていくヨガは足のむくみをとって足痩せの効果も期待できるヨガなので、ぜひ一緒にやっていきましょう。はい、ではまず早速始める前にですね、足の裏をマッサージしていきたいと思います。右の足のかかとで左の足の裏をプッシュして刺激していきます。右足に体重をかけて、その体重が左の足の裏にのしかかってマッサージされていく感じです。ヨガをする前にも私は結構足の裏をはじめにマッサージすることが多くって、足の裏をねちょっとマッサージしてあげるだけでヨガのポーズが深まったりね、足の裏にはたくさんツボもあるので、私は結構まめにマッサージしてあげてます。はい、では今度反対、右足の裏を左のかかとにマッサージしていきます。はい、では早速一つ目のアーサナに入っていきたいと思います。今回のヨガはマットがなくても、ベッドの上でもできるヨガなので、もしマットがない方はベッドの上でも全然大丈夫です。ではまずあぐらのポーズ、足の裏と裏を合わせて両方の手で掴んだら、吸う息で背筋グーッと伸ばして胸を空の方向に持ち上げて、吐く息腰からゆっくりと前に倒れていきます。両手を前に伸ばしたい方は前に伸ばして、鼻から大きく息を吸って、口から上半身の力が抜けていきます。首の後ろの力を抜いて頭をだらーんと床の方向に下ろして、足の付け根の部分を刺激して、そこにたくさん酸素を送ってあげます。ゆっくりとした呼吸で徐々に徐々にポーズを深めていきます。ではもう一度鼻から大きく息を吸って、背中の方にぐーっと酸素を送ってあげて、吐く息で上半身の力全部抜いて、では次の吸う息でゆっくりと上半身を戻していきます。では今度はこの足を伸ばして、右の膝を曲げて、両手で右の膝を自分の方に寄せて、ここでしっかりと骨盤を立てておきます。そのまま徐々に足を上げて、両手を太ももの裏、次にふくらはぎの裏、届く方は両方の足の裏に両手を回して、かかとを空の方向にぐーっと蹴り上げて、胸を空の方向にふっと開いて、背骨でまっすぐ長く伸ばしていきます。鼻から大きく息を吸って、鼻から優しく吐いて、太ももの裏、ふくらはぎの裏が優しく気持ちよくストレッチされているのを感じます。
足の裏つかめなくても全然大丈夫です。自分が心地よくストレッチされているのを感じてみましょう。ではもう一度鼻から大きく息を吸って、無理をぐーっと空の方向に持ち上げて、鼻から優しく吐いたら右膝を曲げて、左の太ももの外側に置いたら左の足も曲げて、両方の足をあぐらの状態、右の足が上に乗って左の太ももの上に乗っている状態にします。もし太ももの上に右の足を乗せるのがあまり心地よくない方はマットの上に下ろしていて、普通のあぐらの体勢でも全然大丈夫です。では両方の手をマットの体の両サイドに置いたら、吸い気で右手を上に上げて背骨をぐっと伸ばしたら、吐く息でゆっくりと体の左側に倒していきます。右のお尻がマットから離れないように少し意識を向けて、体があまり前屈しないように気持ち手を右の後ろ側にくっと開いて、右の肩の前側、胸を開いていきます。ゆっくりとした深い呼吸で体の右側面、腰をストレッチしていきます。では吐く息ゆっくりと右手を体の左斜め前に置いたら、そこに上半身を休めていきます。右のお尻がマットから離れないように少し意識を向けて、右の骨盤が吐く息とともに徐々に徐々に力が抜けていきます。では次の吸い気でゆっくりと上半身を起こしたら、今度は反対です。両方の膝を、両方の足をまっすぐに伸ばしたら、左の膝を両方の手で抱えて、ここでしっかりと骨盤を立ててから、ゆっくりと左の足を空に持ち上げていきます。太ももの裏、ふくらはぎの裏、足の裏、自分が掴みやすい場所を選んで、吸い気、背筋ぐーっと空の方向に伸ばして、胸を前にぐーっと持ち上げて、足の裏の部分をゆっくりとストレッチしていきます。どのポーズをするときも呼吸が止まってしまっていたら、それは少し自分の体をプッシュしすぎなので、自分の呼吸が心地よく続けられるポジションを見つけていきましょう。吐く息とともにゆっくりとかかとを天井の方向にぐーっと蹴り上げて、吸い気で太ももの後ろにたくさん酸素を送ってあげて、では次の吐く息で左の太ももの外側に右足を置いたら、右足も膝を曲げてあぐらの体勢に入ります。両方の手を体の横に置いて、吸い気で左の手を上に上げて、背骨長く空の方向に伸ばしたら、吐く息で徐々に徐々に右の体側をクッと縮めていく、そんな風なイメージです。左の手少し背中側に開いて、左の前の肩、胸を開いていきます。ゆっくりとした呼吸で体の緊張感が徐々にほぐれていきます。足がむくんでいたり足が疲れている方は腰も疲れていることが多いので、ゆっくりと腰の力を抜いていきます。では次の吐く息で左手を体の右斜め前に置いて、そこにゆっくりと上半身を休ませていきます。この時も左のお尻がマットから離れないように少し意識を向けて、
優しく息を吸って吐く息でお尻周り、腰周りの力が抜けていきます。首の後ろに入っている力を抜いて、では次の吸い切りゆっくりと上半身を起こしたら、今度は仰向けに寝転んでいきます。はい、ではゆっくりと仰向けに寝転がったら、右の膝を抱えて少し左右にゆらゆらゆらします。股関節をストレッチしていきます。ではそのまま少しずつ円を描いていきます。内側から外側の膝で円を描いていって、では今度は左手を左の骨盤の上に置いて、右手だけで足の股関節を回していきます。ではそのまま右手も離せそうだったら右手も離して、徐々に徐々にその円を大きくしていきます。股関節を大きくストレッチしていきましょう。では反対回しです。外側から内側に、自分ができる限りの大きな円を描いていきます。ではそのまま足を上に上げて、膝を曲げたら右手で右足の外側から掴んで、膝をマットの方向にぐーっと下ろしていきます。左手でしっかりと左の骨盤を押さえて、左のお尻がくるっと回ってしまわないように固定していきます。鼻から大きく息を吸って、口から全部吐き出して、太ももの裏の硬くなってしまっている筋肉にたくさん酸素を送ってあげます。はい、では次の吐く息でゆっくりと左足をリリースしたら、今度は反対です。左の膝を胸の方向にぐっと抱えて、少し左右にゆらゆら動かしたら、外側から内側に円を描いていきます。右手が離せそうだったら、右手を骨盤の右の骨盤の上に置いて、左手で円を描いていきます。で今度は左手が離せそうだったら、左手を離して、徐々に徐々に足だけで大きな円を描いていきます。では反対回りです。内側から外側に大きな円を描いて、股関節周りをストレッチしていきます。右のお尻が浮かないようにしっかりと右手でマットの方向に固定して、ではゆっくりと動きを止めて、膝を曲げたら左手で左の足の外側から掴んで、膝をマットの方向にぐーっとプッシュして、左の太ももの後ろ側をストレッチしていきます。鼻から吐く息を吸って、口から全部吐き出して、ではもう一度鼻から呼吸を吸って、今度はゆっくりと鼻から吐いて、左足をリリースしたら、両方の膝を立てて、右足のふくらはぎの裏を左の膝でマッサージしていきます。
かかとの方向から膝の裏までぐーっと流していきます。この足の外側が心地いい方は外側を刺激して、足の内側が心地いい方は内側を刺激して、自分の心地いいところで調整していきます。人によって歩き方、足の形も違うので、それぞれ心地いいところは変わってきます。自分が心地いい場所を見つけて、そこを刺激してあげましょう。では反対です。左の膝を立てて、右の足のかかと側から膝の後ろ側までを徐々に流していきます。こうしてマッサージしてあげるだけでリンパの流れが良くなって、体の中の老廃物が外に出ていくので、あまり時間がないときはこうして少しマッサージしてあげるだけでも全然違ってきます。ではそのまま両方の足を上に上げて、かかとを空の方向にぐーっと伸ばして、足の後ろ側をストレッチしていきます。足をぐーっとぐーっと蹴り上げて、では吐く息で一度足首を緩めて、もう一度足のかかとでぐーっと天井方向に伸ばして、普段血流は上から下、立っているとね、血流が上から下で溜まっていきやすくなるので、こうして逆さに向けてあげるだけでもとても効果が期待できます。もう一度足を緩めてあげたら、今度は足の太もも部分を足の甲でトン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 と蹴って刺激していきます。はい、では反対です。はい、では最後に両方の膝を自分の方向にぐーっと引き寄せて、自分に大きなハグをしてあげます。ではゆっくりとリリースします。はい、皆さんお疲れ様でした。これにて足のむくみ解消ヨガ終了です。私は個人でも YouTube をやっていて、いろいろヨガの動画とか、まあ、ハワイの動画とかも載せているので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。今日一緒にヨガしてくれて本当にありがとうございました。またね。